楽しかったな。サム、どうしたの？急いで、今すぐこの家を作らなきゃ。何のために？僕のために。前に作った家は大好きだけど、僕は入れないのよ。これなら大きさも十分じゃない？そうかな、サム。同じくらいに見えるけど。やってみないとわかんないよ。作ろうよ。わかったよ。じゃあ試してみよう。こんにちは、みんな。今回は僕の家を作るよ。うん、家を組み立てるんだ。みんな、前作ったやつを覚えてる？前の動画を見たら高評価してね。ねえ、これ前と同じような作り？大体ね。見て、床と壁を作って電気を設置して家具と小物を作るんだって。イエーイ、楽しくなるね。お仕事割り振ってくれたら僕やるよ。わかった。じゃあ家具から始めてくれる？私は1階を組み立てるね。スイミングプールまであるんだよ。プールの壁を接着剤でつけていこう。サムはプールが大好きなんだ。プール愛してる。でもこれには水を入れられないね。え、なんで？どうしてす？だってプラスチックじゃないから。板と紙だよ。お願いす。お水を入れられるようにして。スーは本物の魔法使いだって信じてるよ。私は魔法使いじゃないけど、前の工作のエポキシ樹脂が少し残ってるよ。エポキシ樹脂を中に塗っていくね。乾けば水を入れられるよ。キラキラー。ペンキを塗ってるみたい。やったー、スーならやってくれると思ってたよ。プールパーティー開いちゃおっかな。サム、本当にこのサイズで十分かな？もちろん。みんな、この家はサムにちょうどいいと思う？コメントを書いてね。さて、プールにライトを設置するよ。見て、素敵なライトじゃない？1階の部品がもう少し必要だね。その後壁に取り掛かろう。1階とプールはこんな感じ。いいね、いいね、完璧、承認。よかった、サムチン。壁も設置するよ。もう家具は組み立てた？もちろん。すぐ戻ってくるね。さて、この壁にはワイヤー用の穴があるんだ。家には電気が必要だもんね。オルゴールみたいな音楽装置があるんだ。この小さなネジを巻くんだよ。メロディー。次は接着剤をつけてミュージックウォールをお家に取り付けよう。みんな音楽は好き？オルゴールは持ってる？コメント欄で教えてね。慎重に壁をつけていくよ。床に押し付けてね。コンロとシンクのキッチンカウンターはここに設置するよ。この棚はキッチン用？どう？ああ、サムチン、ナイスタイミング。キッチンには必要なものが揃ってるよ。サムは料理も好きだもんね。わあ、ありがとうす。世界一のマスターシェフになるね。マスターシェフ？最高の料理でゲストをおもてなしするってこと。ああ、なるほど。料理本と料理の才能を刺激するものを棚に入れていこう。マスターシェフ、快適なキッチンの家具はできてる？もちろんだよ。椅子をどうぞ。あともう一個。それからテーブル。それから他にもあったっけ？もちろん、キッチンソファーだよ。ソファーはバラバラで届いたよ。じゃあ組み立てようよ。そうだね、やった。テーブルの上に置くものを持ってくるね。ねえ、もう組み立てちゃったの？
だからソファーができてないんじゃん。でも僕たくさん作ったの。おお、いいね。置いてこ。さて、キッチンができたから次はリビングに行こう。僕はクッションを準備したからソファー作ってくれる？まあお願いしますって言ったら喜んで引き受けますよ。僕はとっても礼儀正しいマスターシェフなんだよ。そうですか。このソファーは柔らかくて快適なんだ。設置していくね。コーヒーテーブルはリビングに欠かせないよね。サムチに賛成。特にサムの家には必要だね。みんなも僕たちを手伝ってくれない？チャンネル登録して通知をオンにしてよ。イエーイ。寝室の飾りを作ってくるからそれを終わらせといてね。なんでナイトキャップがいるの？インスピレーションを得るためだよ。ああ、なるほど。みんな、私ちょっと心配だな。この家にサムが入れると思う？コメント欄で意見を教えてね。さ、雑貨を設置していくよ。じゃーん。下の階はこのファン付きランプで照らすんだ。電球をつけてこんな感じ。飾りをつけて。私このお花大好き。私もこんなランプが欲しいな。立ててもいいよ。僕気にしないよ。ありがとうサムチン。でもこれ私には小さすぎるかな。この家にはちょうどいいけどね。これを専用の穴に差し込むよ。こんな感じのランプが2つと小さいのが3つ。柔らかい光で照らしてくれるんだよ。ワイヤーを慎重にサイドに持っていくね。それから接着剤をここにつけてスティック糊を使うよ。よし、全体にね。それから2階のおしゃれな床もくっつけよう。もっと柱もいるね。ここに2階の床を設置しよう。完璧。もちろん電気も。ここには可愛いランプをつけるね。2階にはお風呂場と寝室。お風呂場は小さな段になってるんだ。スタイリッシュ。入り口の壁はここ。いいね。寝室に取り掛かろう。今行くよ。向かってるからね。もうすぐ。ねえスー、僕寝室の準備したよ。あとは並べるだけ。ちょっと待ってね。カーペットをつけてるんだ。よし、じゃあ全部持ってきて。2つ目は柔らかいベッドボードだよ。よし、ここに置いて。それからベッドサイドテーブル2つね。あ、かわいい。まだデコレーション見てないじゃん。先にベッドを仕上げないと。よし、柔らかくて快適だね。枕は？枕？あ、枕。持ってくるよ。みんな、何個枕を持ってる？コメント欄で教えてね。枕の雨。キャッチ。さ、話してたデコレーションを持ってきてよ。どうぞ。おお、じゃあ置いていこう。素敵だね、サムチン。たくさん作ったんだね。ついつい夢中になっちゃって、僕この家に住みたいな。あ、でもサムチン。困ってないで。僕はお風呂場のものを取ってくるからね。みんな、私心配になってきちゃった。お家が小さすぎるって分かったらサムは悲しむと思う。どうしよう。でもすっごく素敵にできてるよね。カーテン付きの窓を設置するね。残りは電気だけ。後でやるね。お風呂場に移ろう。ここにもカーテンが必要だよ。私この部屋のカーテン好きだな。お家が快適に見えるよね。洗面所に欠かせないものをお持ちしました。確かに、ここに置いておこう。
あ僕シークを作るね。スーはその他をやって。端っこに小さいスチールを置くよ。その上にはタオル、シャワーがいるね。みんな、前回の家はバスタブかシャワーか覚えてる？動画を見たらコメント欄で答えてね。この家にはバスタブを設置するよ。泡を入れて。泡風呂大好き。みんなもそう思ったら高評価してね。そして、じゃーん。素敵になったね。ねえ、スー、他にもお風呂場に必要なものがあるよ。そうだね。鏡、シンク付きのカウンター、洗面用品のトレーも、歯ブラシまであるんだね。最高。素敵なお家に住んでても歯磨きしないとダメだよ。それから入り口にはマット。あとは何かな。屋根、スー、屋根だよ。あと階段も。階段は僕の専門だからね。スーは屋根を作ってよ。オッケー。お風呂場には天窓をつけるわね。屋根に窓があるうちに住むのは私の夢なの。空が毎日見えちゃう。それに寝室の天井には可愛いランプがついてるんだ。このビーズを見て、素敵。もう一つの部屋も飾り付けよ。慎重に。階段設置タイム、スー。偉大なる階段マスター様。でもまず手すりをつけて2階を完成させるね。よく気づいてくれましたな。それからもう忘れるなんて。ちょっと待ってね。それじゃあ階段を取り付けようか。素敵。この家の色気に入っちゃった。みんなもそう思ったら高評価してね。そうじゃなくてもコメント欄でお気に入りの色の組み合わせを教えてよ。レース、これ設置して急いで。ビーチチェア、なるほどね。これがなかったらプールサイドは完成しないでしょ。あとクッションね。よしっと。あとプールには水がないとダメだよ。了解、水持ってきたよ。お水をためよう。うまくいってるね。漏れてないよ。イエーイ。よし、そしたら僕引っ越しの準備するね。全部大丈夫か確認しといてくれる？けどサムチン行っちゃった。ねえ、がっかりしたサムを元気づける方法はない？この家絶対に小さすぎると思うんだ。小物がいくつか残ってる。これも加えていこう。サムチン、家は完成だよ。でもね。わかっておりますよ。スー君、この家が小さすぎることは僕もわかってるよ。すごく細かい作りだよね。僕気に入っちゃった。でも僕には小さすぎるもんね。前、家を作ったのが楽しそうだったから、スーをまたハッピーにしたかったんだ。いやだ、サムチン、ありがとう。君は世界一のお友達だよ。電気をつけた家を見てみよう。この家とっても気に入っちゃった。みんなもそう思ったら高評価してね。チャンネル登録もよろしく。スーと一緒に面白い動画を作るよ。じゃあねー。